それで、その試験というのはどのような？ミスター、なるほど。弁護士の仕事とは何だね？それはもちろん、依頼人のために弁護をすることです。その通り。だから、弁護をしてもらおうか。え？ちょうどいい。今日これから手頃な裁判が始まるのだが、弁護を引き受ける者がいなくて困っていたところでね。え、いきなり実践？今日？これから？その裁判で無罪判決を勝ち取れば合格だ。これ以上分かりやすい試験はないと思わないかね。確かにそれはそうだけど、あの、ちなみにそれはどのような裁判なのでしょうか？確かあれは、ああそうだった。殺人事件だ。重すぎるわ。殺人ですって？何？簡単な事件だ。まず負けることはないだろう。負けることはないのに、弁護士がいないの。どういうこと？そんな適当な。ただし、万が一、被告人が有罪となれば、当然、極刑は免れないだろうがね。極刑？死刑か。我が大英帝国では、殺人者は、絞首刑に処されることになっている。キ君が蒸気船で読んだ本にもそれぐらいは書いてあったと思うが、そんな試験認められません。被告人の命をもてあそぶなど。私は首席判事だ。その私が認めると言っている。何ですって？そんなバカな。難しく考えることはない。負けなければいいだけの話だ。僕の弁護が被告人の運命を決める。もし敗れた時は、まあそれはこれから先全部そうなりはするけどね。でも弁護士っていう試験のために、それはちょっとな。絞首刑。ミスター、なるほど。キ君は弁護士を名乗るものだ。ならばキ君はその覚悟を示さなければならぬ。そしてキ君が継いだという大切な友人の意志、その強さがどれほどのものか見せてほしいものだな。僕の覚悟。なんだ、急に静かになってしまったな。申し訳ないが、開廷までもうあまり時間がないのだ。やるのならば早く決めてほしい。どうするかね。この無茶な試験、どう答えるべきだろう。いやでもこれを受けなければ弁護士として生きていけない。生きていけないというか、もうこの先進まないわけでしょう。え、受けるしかないんじゃないの？いやでも命かかってるしな。え、受けるに一応してみようか。それでは僕はその試験を。ダメだ、どうしても言葉が出てこない。15秒。決断の速度には問題がある。これもまた重要な資質だ。やはり思った通りか。え？キ君の勇ましい覚悟とやらは所詮その程度ということだ。試験は取りやめだ。報告ご苦労だった。明日の乗船券を手配させよう。極東の島国に帰るがいいだろう。わかりました。機会を与えていただき感謝しております、首席判事閣下。
なるほど、王様。申し訳ありません、スサトさん。でも。ええ、もちろん分かっております。え？この状況で弁護士として法廷に立つかどうか。それは決して覚悟の問題などではございません。どういうことかな？確かに僕は何としても弁護士になりたいと思っています。でもだからといって覚悟という言葉を振りかざして被告人の命を危険にさらすなど許されることではない。僕はそう思います。依頼人にとって裁判は断じて試験ではありません。まあそうね。弁護士はいくつもの法廷に立ち依頼人のために戦うのだと思います。でも依頼人にとっての法廷とは運命を決する一度きりの戦いです、まあ、やっぱ自分が一度被告人になってるからわかるのかな、その気持ちが。今の僕にそこに立つ資格はありません。失礼いたします、ボルテックス主席判事閣下。いや、ここで終わんないと思うんだよね。ほらほら、やっぱり待ちたまえ、ミスター。なるほど。はい、何でしょうか。ここからオールドベイリーまで馬車でだいたい20分だ。すぐに出発すれば間に合うだろう。でも僕は、ちなみに先ほど言ったことは冗談でも何でもない。この被告人の弁護を引き受ける者は本当に誰もいないのだ。なんでなの？でも簡単な裁判なんでしょ？え？このままでは弁護士が不在のまま開廷することになるだろう。そしてそうなれば間違いなく、そこに待っているのは最悪な結末以外ありえない。そんなバカな。しかしそれが現実だ。一体どうしてそのような事態に？何でも尋ねれば答えが返ってくるとは思わないことだ。自分で調べろって？とにかくその被告人の運命を変える可能性を持っているのは現時点でもうキ君しかいない。それは断言しておこう。いや、もうこれ行くしかないじゃん。そんなことが、さてこれならどうかな、お嬢さん。え、あの何のことでしょうか。この状況で弁護士として法廷に立つかどうか、それは純粋に覚悟の問題である。私ならそう考える。あ、話はここまでだ。そろそろ会議の時間なのでね。2分16秒で行かなければ無理じゃね。どこでやるか知らんけど。それではテイとロンドンを心ゆくまで楽しんでくれたまえ。時間に追われてる人なんだな。行ってしまわれました。オールドペイリーか。いらっしゃるのならばすぐに出発いたしましょう。え、移動するでいいかな。まあ、特に調べなくて良さげかな。この重圧な空気、まさに圧倒される思いでございますって書いてあるから別にいいかな。今からバスで急げば裁判に間に合うかもしれません。はい。なんか似たような感じだな。同日午前9時45分、オールドペイリー被告人控え室。でもちょっと豪華かな。開廷まであと15分。なんとか間に合いましたね。馬車ってあんなに早く走れるのですね。
舌を噛んで死ぬかと思いました。シャーロック・ホームズの物語にこんなお決まりのセリフがあります。もういいよその話は。魚車くん、目的地まで5分で行けたら金貨を弾むよというのですが、実際に行ってみるとあのような走りになるのでございますね。死ぬ思いをしてしかも金貨を取られるとは割に合わない気がします。そのセリフをスサトが言ったのね。でもこうして裁判が始まる前に到着したではありませんか。まあそうですけど、それにしても変でございますね。ここに来れば被告人の方に会えるはずだと係官様がおっしゃっていたのですが、見当たりません。これがオールドペイリーの被告人控え室か。どうかされましたか、なるほど様。この重い空気、それは我が国の大真意と変わりませんね。これから裁かれるものが押しつぶされそうな緊張感、僕自身その空気を味わったばかりだからな。きっと心細い気分を味わっているのでございましょうね。おや、そこのあなた、被告人か。こいつが被告人なのか。こんなところまで来たということはかなりお困りなのでしょうな。え、そのややのっぺりとした顔、東洋の方のようですが、あの僕たち日本から来たものなのですが。ああ、わかりました。いやもうそれ以上は。それでいくら必要なのですかな。いや僕たちはただ。何、足長おじさん。いやいや分かっておりますよ、私にも経験がありますからな。異国の地で住むところもなく食べるものもなくお金もないと。ははあ、確かにまだ住むところは決まっていませんが。よござんす。とりあえず千ギニー、何も言わず受け取ってください。千ギニーとは日本円でいくらなんだ。はあ、せ千ギニー。なんですかスサトさん、大きな声を出して。千ギニーといえば東京の一等地にお屋敷がおったつ値段でございます。いいなくれ。なに、こう見えて私まさかの時に備えてロンドンを 2,3 個ほど買えるだけの財産ならば蓄えておりますからね。どんなまさかの時を想定しているんだ。とにかくそんな大金いただくわけには。うわあ。金貨が目に刺さった。もちろんただでというわけではありません。一つ簡単なお願いがあるのですよ。え、いや実はお恥ずかしい話なのですが、これからこの私の裁判が始まるのですよ。やっぱ被告人だったんだ。それで相談なのですがね、あなた方にはぜひ法廷で私の横に立っていただきたいのですよ。私の弁護士としてね。え、でも僕たちは。いやいやいや大丈夫、まずは立ってくれるだけでよろしい。まあ、そうしないと話は始まんないからな。何しろこのままでは私の裁判は弁護士のいないまま開廷してしまうのですから。やっぱり首席判事閣下の言っていたことは本当だったのか。あの失礼ではございますが、それではあなた様が裁判の被告人ということなのでございますか。おや、おやおやおや、もしかしてこの私を知らない？
ドンの名士たるこの私を。知らんわ。はい、今朝ロンドンに着いたばかりなので。ふーむ、なるほど、そういうこともありますかな。ハイドパークの横にそれは美しい公園があります。ハイドパークって聞いたことあるな。公園ですか。メグンダル公園。春には愛らしい花が咲き、鳥たちが歌う。メグンダルって恵んでやるっていうこと。この私が寄贈したものなのですよ。え、公園をでございますか。微笑みの絶えない帝都、その理想のためならば、この小銭恵んだる。もうさ、みんな名前がおかしいよね。いつでもお役に立つ所存なのですよ。それはすごいというか、むしろものすごいですね。だのに、その私を、このメグンダルを、あろうことか犯人呼ばわりとは。ロンドン警察も地に落ちた、そうは思いませんか。はあはあはあ、肩で息をしているぞ。なるほど様、とにかく被告人様が肩で息をされている間に自己紹介をされてみては。そうします。はあはあはあ、あのメグンダルさん、実は僕たちはこの大英帝国の司法を学ぶためロンドンに来たのです。